はい、さあ皆さん、お久しぶりです。いかがお過ごしでしょうか。僕はね、最近コロナの影響もあってあんまり外に出れないので、夫婦でね、一生懸命キャンピングカーを一から作るという企画をやってます。あの、夫婦チャンネルの方で更新してるので、もし興味ある方いたら見てみてください。はい、ということでね、本日は久しぶりにね、ちょっとレンズのレビューでもやってみようかなということで、面白いレンズをね、一つ用意しました。こちらです。ビルトロックスっていう中国のレンズメーカーなんですけど、最近ね、よく聞くんですよ。それこそ僕の友達でカメラ系 YouTube チャンネルやってるカメラのモックンとか、あとはジョンジ TV の方でもやってたと思うんですよね。このビルトロックスっていうメーカーは中国のメーカーなんですけど、しばらくはね、カメラのアクセサリー系を中心に販売してた会社なんですよ。で、最近になってレンズのラインナップも、揃え始めたっていう感じです。いや、ここ最近さ、カメラ業界にすごい中国企業入ってきてますよね。前まではどっちかというと、このドイツとか日本とか、そういう光学系を作るのが得意なところしかね、こう参入の余地がないって感じだったんですけど、最近はね、本当に中国企業でもすごくいいものを作るメーカー増えました。まあ、まだレンズラインナップ自体はね、そんなにたくさんあるっていうわけではないんですけれども、これからすごい期待が持てると思います。はい、ということで、前置きが長くなりましたね。僕が今回手に入れたものは E マウント用の 85mmF1.8 の新しいやつなんですよね。まあ、旧世代のものからね、大幅にパワーアップしたということで、ちょっとスペックを中心に見ていきます。まず重さなんですけれども、まあ、そこそこには軽いんじゃないかなと思います。ちなみにソニーの E マウント純正でいくと 371g ですので、まあ、純正に比べるとね、約 100g ぐらい重いということになりますね。サイズ感的にも一回りちょっと大きいかなという印象です。で、近撮に関して最短撮影距離なんですけれども、こちらは 0.8m ということで、純正の FE85mmF1.8 と同じです。フルサイズで 85mm ぐらいの焦点距離で 0.8m ぐらいまで寄れるとね、結構な近撮ができるので、僕はこのスペックはいいかなと思います。で、それからね、 STM っていう風にレンズに書いてるんですよね。 STM って書いてるということは、まあ、静かなモーターが入ってるということになるので、もしかしたらオートフォーカスの駆動音、動画でも気にならないのかなと思って、動画でも使えるんじゃないかと今ちょっと期待をしてますね。それもこの動画の中で検証します。で、それからもう一つね、特筆すべきはソニーの瞳オートフォーカスに対応してるそうなんですよ。これも後でどのぐらい使えるものなのかっていうのを実験します。だいたい市場価格的に 4.5 万円ぐらい、純正の市場価格が6万円前後ぐらいなので、まあ、値段的にはね、かなり安いという部類になるかなと思います。まあ、とはいえね、あとプラス 1.5 万円出せば純正が買えるっていうことにはなりますので、あまりにも性能差がね、純正と比べて多いようでしたら、まあ、純正の方がいいかなっていうことにはなるかなと思うんですけれども、それも含めて検証していきたいと思います。はい、ということで、瞳オートフォーカスどこまで追うかの実験をしたいと思うんだけど、今すでにかなり追ってるよね。ちょっとちゃんまりそこで回転してみて。あー、いいねいいね。おお、一瞬外れるけどちゃんと戻ってくると、あー、すごいじゃん。ちょっと前まで歩いてきて、タッタッタって。あー、すごいすごいすごい。追うね、早いね。もっとスピードつけて。あー、絶対外れないわ。横にヒュインヒュインって動いてみて。そう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 、そういうことそういうこと。あー、追ってる追ってる、やば。あー、すごいですね。うんうんうん、これはね、素晴らしい。サードパーティーとしてはこれね、一応 STM っていう、あの、静かな、あの、モーター入ってるので、まあ、音があんまり入らなければ動画でも使えるかなということで、じゃあちょっとピントの位置変えます。どうかな、ピントの音したかな。何回かちょっとやっていきます。どうだろう、今やってる限りでは結構音が聞こえるんだよね、俺のとこまで。ってことはマイクに入ってるんじゃないかなと思うけど、うん、後で聞いてみよう。で、それからオートフォーカスの速度なんだけど、オートフォーカスの速度に関してはこんなぐらいですね。まあ、そうだな、2テンポぐらい遅れてくる感じだから、お世辞にも早いとは言えないんだけど、まあ、普通っていう感じじゃないかなと思います。正直値段考えれば許容範囲かなというところですね。ということで撮影していくんだけど、ちょっと緊急事態宣言中で外に出れないんで、家の中で撮影していきます。今日使うカメラは α7 III をチョイスしてますね。Gonna be worth it. Ooh.
次はこれを前ボケにして撮ってみます。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。僕の総評からいくとね、10点満点中コスパで考えると9点っていうところかなと思います。実際にね 4.5 万円ぐらいのこの市場価格で、これぐらいのスペックを買えるっていうのはもういい時代になったなの一言に尽きるかなというところですね。でこの満点じゃなかった理由としては、オートフォーカス性能がまだ少し弱いかなというところです。動画でもね、音が結構オートフォーカスの音入りましたし、それからね動画で使うにはちょっとオートフォーカスがね遅いかなと、そこの部分に関しての減点ということになります。なので実質的に写真にしか使わないという人であれば、ボケの質感っていうのが自分の好みに合うのであればね、もう十分すぎるぐらいのカメラと言えますね。実際瞳オートフォーカスにも対応してますし、少しテンポが遅いとはいえしっかりとピントが来ますから精度は高いです。ということで、今日はこちらの 85mmF1.8 を紹介しましたけれども、またね実はソニーの α7S3 とかも買ったんですよ僕。またそういうものが届いたら随時レビューしていこうと思いますので、お楽しみに。チャンネル登録とそれから評価よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。 See you!